はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、機動戦士ガンダム戦記ステージ3強き決意ですね、こちらをやっていきたいと思います。じゃあスタート。オデッサの戦いの勝利によって地上での戦局を盛り返した地球連邦軍は徐々に地球上での制圧権を取り戻していく。そしてそれに伴い第三小隊にも次なる任務が下された。ジャブロー防衛任務。地球連邦軍本部ジャブローへ攻撃をかけるジオン軍降下部隊の阻止と地上に降り立った敵戦力の掃討任務である。このジャブローでの戦闘は熾烈を極めたが、次第に物量に劣るジオン軍は敗走を始め、それにより戦局は決したと判断したマットは敵に対して撃破ではなく投降を呼びかけるようラリーたちに命じた。無駄な戦いはしない、無駄な殺戮はしない、無駄な血は流さない。しかしその判断が仲間の死へとつながってしまう。そんなラリー、嘘だと、嘘だと言ってくれラリー。なんであの時ラリーを止めたんだ。マット隊長、敵は目の前にいたんだ、ラリーは撃てたんだ。それをあんたが投降させろって、あんたが止めさえしなきゃ。第三小隊は補給作業が済み次第アジア方面への出撃命令が下る。これが本部からの指令だ。ただしラリー少尉の死のこともある。戦力的理由としてこの命令を白紙に戻すことも可能だ。俺は行くよ。アミシュ、ジオンの兵を皆殺しにするために。一方、オデッサの敗戦後アジア方面に逃れたケンビーダーシュタット率いるジオン外人部隊は連邦軍の敗残兵狩りによって徐々に追い詰められていった。そしてその戦いの中でケンたちも大切な仲間である勇気を失ってしまう。勇気五条。勇気は私をかばって私のせいで。隊長、喋るな。隊長、メイさんだけは空へ連れて帰ってあげてください。お前、隊長がメイさんにご自分のお嬢さんのことを見ていたの知っています。だからこそメイさんだけは空へ。いいから喋るな、早く止血を。アジア方面軍にはまだ打ち上げ可能な HLV が残されているはずです。それを使って空へ。空へ帰るときは全員一緒だ。ケン隊長、ありがとうございます。勇気、勇気、これは戦争だ。しかし、だからといってそんな言葉でごまかすことができるのか。この血の償いは誰が受けるべきなのだ。誰にこの報いを。連邦軍すべての兵にこの血の代価を払わせてやる。自分の判断ミスによって部下を死なせてしまったマット。そして勇気の死の代償を求め復讐期と化した剣。仲間の死の代価は彼らに思いの行き着く先を与えず、運命は互いの力によって二人を戦場へと誘う。
あれウッディさんがまだいる。ウッディさんが、あれフォルドロムフェロンもいるじゃん。あれこいつら出てきたっけ。ウッディ対もうマチルダさんは亡くなっちゃったんだね。天族、ああこいつ天族命令出たんだ。あ宇宙なんだ。え、もしやサラブレッドに飲み込むの。緑色の方はサラブレッドですよね。大人だな、アニメは。戦いを早く終わらせるための戦い、俺はそれを信じてきた。しかしそのために部下の命を危険にさらしているのだとしたら、そこに俺の目指そうとしている理想はない。教えてくれダリ、俺は間違っているのか。追加情報、新型モビルスーツ、もうゲルググになってるのかな。あ、ゲルググになってるわ。
バイコヌール宇宙基地、どこだそれは。無慈悲な鬼神そんな風に表現すんのか。バイコヌール宇宙基地、これは雪か。ああ、一応民間人だったんだ、単なる。ああ、大君派ね。まあ優秀なね、上官もいるけど、マクベみたいな上官もいると。マクベはめっちゃディスられてるからな。まあそりゃしょうがないよな。もうアニッシュの機体なんだっけ。上官として命令すればいいじゃん。ちょっと雪でなんか画面が見づらい。あ、こいつも一緒に宇宙に上がるんだ。
ギュルググに乗ってるね。何、上からも敵部隊が、敵部隊っていうかこっちか味方は。おー、どんどん出てくるね。え、これ何、どっち視点今回はジオン視点ってこと？おお、ジオン視点だね。そういや、よく見れば赤くなってるしね、連邦が。まあこれは普通に上と下で戦力を分散させていくか。3ターンの間 HLV を死守。3体内に剣は敵軍ユニット3機以上撃破できるか。なるほど、 HLV を守るイベント多いなということは、まあ、戦車あたりはちょっと破壊しておきたいよな。こいつなんだっけ、ジムスナイパー2デルタチーム主、あ、こいつのかジムスナイパー2って。さてザンジバルはじゃあちょっと上を向くか。普通のゲルググ、あ、指揮官が乗ってると指揮官機っていうかさ、地下だと出れねえし。あ、大型メガリ症であればね、モビルスーツも一発で倒せると思うんだよね。これはマット兵器だからな。なるほど、こういう射程か。いやー、アプサラスめちゃくちゃ使うからな、エネルギーを。で、こいつは下に行くか。射程入る？入ってないし。これは？入ってるか。回避された。とりあえず、ハローを出すか。ハローバブル。待てよ。ここら辺でいいか。ま、左の方に行って、先に3機を倒しておきたいからな。ここら辺の部隊を一応展開しておくか。EG8 ジムコマンド、よし、 OK。でビームガンで反撃しておいて、ハロバブルとか絶対倒せそうだな。そりゃそうだよね。ちょっと待って、ハロは一旦回避しておくか。デカブツだからめっちゃ狙われんな。わあ、こっちから来てんね。
よし、ハドは右へ行こう。やっぱりこのままで、ハロビット、これ別に何機以上撃破とかないよね。 HLV を支持すればいいんだから。でその間に剣が敵を倒していくと、まあ、こっちはねゲルググに乗ってるからね。命の代価を上がれ、貴様の血でな。完全に溶け込んでんなこの舞台に。ザクツ一応ザクバズーカでも撃っとく。俺はこんなところで死ねねえんだ、悪く思うな。3400、むむむ、ちょっくら弱いね。ビームガンで出しておくか。ビームなぎなだと。俺は生きるために戦う、死にたくなければ前に出るな。脇が甘いな、悪いがやらせてもらうぞ。逃がさん。かっこいいね。でどうせガンダム5号機のねビフライフルじゃ倒せないから4300。ジムコマンドって結構強くない？思っていたよりも敵の戦力があるな。いやガンダム5号機が思ってたより弱いのか。これででも3機終わりでしょ。よし、チャレンジ達成。あとは HLV を守るがよろしと。次くらいでレベル上がるかな、ようやく。で1回につきこれ2ずつ上がってくってことは13だから攻撃力ももう20以上上がってんのか。でちょっと一旦こっちに行って、回避してくるね。アプサラス3を左に出すか。でまずはグフカスタムで減らしておくか。ヒートワイヤー4700か。やっぱりパワーはあるな。なかなかジムが強くなってんね。そこからのガンタンク、これは当たらないんだ。いや待って待って待って、いい回避してくる。てかめちゃ食らう。さすがジムコマンド、ジムコマンドか。これまあここはこれで OK でしょう。ズゴックが狙われたと。もう倒せるときに倒そう。あ、そうだ、エネルギー回復を入れるって言って入れてねえや。全く編成してないからな。一瞬にして忘れるからな。やっとかないと。ステージが終わって編成しようかなと思ったら全く記憶の片隅から消え去ったかな。あと5ターン。
まあ、戦車は放っておくか。まずはモビルスーツを倒す。テンションは。後ろから倒していくか。いや、こんな化け物を相手にしてたんだな、08正体は。しかもこれはまだアプサス2だからね。鉄壁。あとはギャンだな、ギャン。まあビームサービルが一番強いか。3人でかかるか。さて、じゃあザンジバルに全機収容するか。こっちのやつはハローで倒すと。これはあれだな、なんかターンが終わるまでに敵を殲滅できそうな気がするけど。どうしよっかな、帰ろうかな。そうか、こいつらが来てんのか。このジムコマンドか。ちょっとザクマシンガンで減らすか。回避された。もはや、ザクじゃ太刀打ちできないか。ジムコマンド対ジムコマンド、俺の方が強いっていうことを思い知らせてやる。さあ、帰ろう。奴らが来てるね。一応セーブをしておくか。ここら辺でまた何があるかわからないからな。あれ、どこにいる。あ、下か。しかしクールダウンをしてしまった。あと4ターン。あ、そうか、全部でってことか。増援が来てるね。連邦の部隊がまだやってくるか。さらにアンノウン。お、何これ、ジムガードカスタムか。早速倒そう。まずメガ粒子砲でね、多分ね倒せないんだよね。ビーム軽減なんて持ってんの。7400、確かに硬い。どうする。いいや、全員こっちに行くか。艦砲射撃もギリ当たらんか。グループ攻撃は微妙だな。まあ、まずはギャンだな。何、届かない。え、ガードカスタムってかっこいいね、なんか。じゃあグフカスタムでいくか。
ヒートワイヤー、これはぜひとも買っておこう。まあもともとガードカスタム作る機会はあったよね。あれってか2レベル上がった？アンノーンね、倒すとね、結構レベル上がるんだよね。復活しよう。さてさてさて、こっちの舞台をどうするかだよな。もっと陸戦ガンダムがいるからね。とりあえずフルアーマーガンダムを出して、殴ろう。無駄な血を流させないでくれ。4500で、あとはチーム回、おお、やはり結構食らうが、最後はこいつにやらせよう。ビームライフル 71% か。血を外れる可能性がちょいちょいあるから、まあ経験値をね結構稼げそうだけど、ここからだとクエストが見えないからね。まあビームライフルで落ちてもらう。ケルググやつか。なぜこんな殺戮のための戦い方をする。貴様らに仲間を殺された、その血の代価を払わせる。それはお互い様だ。俺たちも大切な仲間を失った。黙れ、血の報いを受けろ。貴様に俺の邪魔はさせん。しまった、あんまり強くないな、ゲルググといえども。あとはジムスナイパー2、こいつはまあ普通に倒していいでしょう。艦砲射撃。悪いが容赦はしないぜ。まあこっちだって容赦はせんよ。パワードジムを出そう。基本的にビームサーベルとかよりもこういうやつの方が強いからね。おお、さすがに強えな。どうだ、ジムスナイパー2同じ機体だぞ。ハロ、こっから誰か攻撃をできないよね。さてさてどうしましょうかね。スキル、ない。上の舞台も倒さないといけないからな。とりあえずこのターンを、じゃあちょっと待って、ハロー動かしてとかやってるうちに回復しそうなんだよね。まあ、まだこいつらは動いてこないか。それは助かるな。エネルギー切れだ、完全なるエネルギー切れだ。あと3ターン、なるべくなら全員倒したい。21しか回復しねえんだ。 20% くらいか回復率。痛い。とりあえず
このガードをパクっとこう。あとはギャン。うお、届かない。届かないってことは。いや、待てよ、グリフグ。みんな射程に入る感じで。あ、そうだ、結局動けなくなるから意味ねえんだ。で、あとはヒートワイヤー。やっぱ強えな、ヒートワイヤー。届く？届かねえ。ギャンもグフも両方癖があるからな。あとはガンタンク、後方から狙っていこう。こっちか。回避、しょうがない。グループ攻撃、こいつとこいつ。 OK、 くらえ、こんやろ。ジムスナイパー、さすがだね、射程が長い。狙撃用ライフル、だいぶレベルが上がったな。で、ショックが変えるか。いやー、やはり隊長クラスを相手にするとだいぶ減らされるっていうかさ。もういいや、このまま右に向かおう。ハロは、右に向かってる間に回復するでしょう。で、あのジムは多分こっちに来るから、で、ここは反撃して終わりでしょう。何、きちんと射程の外から攻撃してきやがったな。そこら辺はよく考えてんだよね、コンピューターも。まずはこの戦車を破壊する。で、モビルスーツ部隊を倒すか。でもスーパークリティカルになってもそんなにダメージ上がんないんだね。プラス 10% くらいか。今日解凍してこいつは上に向かおう。で、このザクマジ邪魔。このジムをできればな、一発で倒したいんだけどな。そうそう火力のあるやつがいない。フルアマーガンダムね、この4800いいね。さて上へ行くか。後ろのジムは次のターン動いてくるかな。ギャー、回避された。ギャンだな。ギャンはこれファイター乗せないとほんと弱えな。よし、これで全員帰還可能と。解凍して、こっちの方まで行って、アップサラスを出すけど多分届かないか。
右のこのジムが余っちゃうな。まあいいや。かわせ、ダメだったか。まあ一応スーパークリティカルは保ってるから。あと一旦、いよいよだ、射出するぞ。どうか無事に帰ってくれよって。帰還するんだっけ。そんな話ではなかったと思うけど。でハローでこいつらも倒せるな。よし、なかなかいい感じだ。ここの部隊は殲滅完了。あとはちょっとアプサラスを出しつつ、うにょうにょうにょんと、で奥のやつもアプサラスに任せると。いいね、強いね、やっぱり。もうレベル6か。で、この戦車部隊どうしようかな。ガンダム5号機、意外にガンダム5号機がね弱いんだよね。ようやく2レベルか。ま、これは多分使えないと思うんで。よし、使えないっていうか倒せないか。2連装ビームライフル、これで決めよう。 OK、 敵の全滅を確認したよね。え、敵全滅したよね。ターンが立たないと終わらないっていうパターンか。いやー、かなりの数の HLV を。空で待ってるから、必ず必ず迎えに来て。空に送り出したな。任せてください。 HLV 射出開始、発射します。狙撃されている。何、お前への手向けだ。しっかり受け取れ。しまった、 HLV は落とさせはしない。アニッシュ、やめるんだ。あいつ HLV を守るつもりなのか。あんたこと撃つぞ隊長。アニッシュ、もういい、やめるんだ。無事飛んでいったか。なぜだ、なぜラリーの仇を討つのがいけないんだ。憎しみは憎しみしか生まない。本当は分かっているはずだろ、アニシュ。だからお前は撃てなかった。いや、撃たなかったんだ。隊長、連邦のモビルスーツがまだ。我々のここでの役目は終わった。連邦のパイロット、俺たちは仲間の死を忘れはしない。血の代価を払わすまではまた次の戦場で会うことになるだろう。俺たちの任務はまだ続行中だ。奴との決着は必ずつけることになるだろう。
あのザンジバル危なくね。めっちゃ囲まれてんだけど。勇気中里メイカウェン。さてさてさて、捕獲はジムガードカスタム、まあ一体いれば大丈夫でしょう。8100円、そこそこの値段で取引されてんな。ようやく13か。パーフェクトガンダムレベル5でまた何かができるから、ジムスナイパー、あ、ネモか、ネモが作れるんだ。ジムスナイパー2、デルタチームしよう。あれそういや、ちょっと違うんだっけ。まあ、いいや。これを作ろう。あとは、アプサラス。これを3にすると。あれ、アプサラスって宇宙でも使えるんだ。地上専用だと思ってたけど。そういうわけでもないんだね。グッフはイフリートにしよう。ギャンガルバルディアルファ、ギャンエーオースって何これ。読んでも何かあるね。ビームベイオネット、あ、でもジャイアントバズーカとか持ってんだ。使い勝手は良くなりそうだな。で、あとそう、キャラクターもね、ちょっと編成を変えて次に、挑もうと思うので、ゲット、何かゲットしたな、ギニアスか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。